版ライフ教。おはようございます。起きろ。昨日は雨で動画編集一日中してて、5時までやってた。動きもせずにやってたね。5時まで。何時？お昼です。バッテリーはやばいです。30% しかないから、ちょっとエンジンかけてどっか行くか。起きた？何下向いてんの？すっぴんだから。はぁ、で、今日は一日編集だから、ルーティン、一日ルーティン、うわ、めっちゃいい天気だね、今日ね。あったかい、昨日の寒さはない。カラッとしてるし、やっぱここ過ごしやすいよな、マルメロ。どうしたどうしたどうした、トイレからどうした、なんかパクってきたんか。ただいまじゃないよ。何、どうしたのそれ。拾った。嘘、道の駅って落ちてんのこういうの。拾っ、いや重っ。何これ、何これ。ホタテンや。ホタテン、どうしたん。拾ったやん。お前まさか、まさかまた案件か。そうだよ。え、とうとう初のポタで案件来た。なに、マジなのか。まあ、メール担当は私のわけですけども、ルイちゃんが電気の残量を気にしすぎてこっちうるせえ。おいおい、テーブル壊れる、テーブル壊れる、膝の上に乗せて。うるせえなと。だな、今日も一段と。これさ、でも角とかもいいよね、ツルツルしてちゃんと。くそうまい。さて、ご飯食べてまた編集頑張って、今日は丸めろ併設の温泉入ろうな。美味しいね。減りすぎて合唱つってすぐご飯作ったんでしょ。その前に探してないじゃん、パソコン屋さんの。その時はあんたがどうのこうの言ってたからだよ、動画を。昨日寝る前に朝起きたらすぐ探すって言ってたもん。いや、明日探すって言ったの。ごちそうさまでした。俺がいきなり倒れて1回目のプロポーズのセリフ言っていい？僕は死にません。あなたのことが好きだから。そんな食べる？歌舞伎やん。どうしたっけ？ごめん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 、わざとじゃん。わざとだよ。パンライフ教。温泉入る？っていうかさ、びっくりね、今 YouTube 見てくれてる視聴者さんがいきなり来てくれたよね。ステッカーお渡ししました。このステッカーは会った人にしかね、あげてないんで、販売とかは一切してませんので、ぜひ見たら声かけてください。さて、風呂入るか。入れていきます。
え、マジ？なんで？本当？一人500円は安いよな。ここはしかもタトゥー OK だしね。はい、いつもより早く出て、るいちゃんはまだ入ってるんですけど、ちょっと電話かかってきそうなんですけど、それはしかとして待ちたいと思います。先生の服まだ巻き込みたくなっとるやん。お前マジで早く返せ服。ねえ何、壊れる私の、あ私の服壊れ、マジでちょっと恥ずかしいから早く、恥ずかしいってちょっと、もう早く止めろ。もういい。え、なんかハチ切れそう、脱いで早く。どう？どうじゃねえよ。やっていいことと悪いことがあるだろう。いや全然いいことやん。いやだけどさ、めっちゃいたんだって今日人、しかも若えのが。いや声聞こえたね、確かに。なんでめっちゃ見られたから。人いないけど。俺らはバンライフ系だからね。そういう。けど YouTuber と言ったらやっぱりドッキリをやらないと1万人なんていけないっすよ。もう8000人行ってたら行くよ。いや行かないっすよ。若いやつみんな見るしさ。すげえ恥ずかしい。歯磨くよ。よし。バンライフ教石川県に入りました。石川県今入ったね。FF つけてないから急遽ヤマダ電機に。のと寒すぎだわ。何買ったの？のと島寒かった。七里。え？日本一の七里マジで？ガチだ。撮って。ねえ。撮って。はいはいはい。え、やってないやん。もうどこも。ほら。こういう地図が欲しいよね。ノートマップ。こう行って。うん。こう行って。うん。そうね。遠いよマジで。焼き鳥今日は買って。ただいま。めっちゃあったけえな。今日買った。しかも意外とくスイッチ入れた時になんか40アンペアぐらい食ってたけど、
今でまあ20アンペアぐらいなのかな。冷蔵庫とか電気も使ってるけど、温まっちゃえば多分余裕に電気減ると思う。めっちゃあったけえわこれ。バンライフ教。はい、こんにちは。今日はドッキリ第2弾、ビーダーインゼリーの中身をケチャップにすり替えるをやります。るいちゃんは今トイレに行っているので、その間にこっそり、そしたらケチャップ入れていきます。この穴をセロハンテープで塞ぐ。それではルイちゃんが戻ってくるのを待ちたいと思います。これをルイちゃんと10秒チャレンジということで飲み干す企画のふりしてドッキリに仕掛けます。急に寒くなった。何やってんの？いや、これをやろうかな。何それ？10秒チャレンジ。何10秒チャレンジ？え、これを10秒どっちが先に早く飲めるか。何度回ってるの？え、だからそれを取ろうかなと。お腹いてんだよ俺は。今ダイエットにかぶって座れや。まあいいから早く座る。これをどっちが早く飲めるかを勝負する。それを絶対俺やな。なんで？いや俺早食いだしさ。亜鉛ってあのあれあれだろ。亜鉛ってこれ何が足んない？いい？待って、本気でやって。何これ、何が面白い案件これ、もしかして、ね、新しい案件なの？むしろ10秒もかかんねえから。3、2、1。死ぬんか俺。ちょっと待って、死ぬんか俺。私も
私も事件ない。お前もすげえ俺に腕にかかってるけど、俺待って、ちょっと待って、これはお前さ、血ヘド吐いたみたくなってるよ俺。ああしょっぱしょっぱ、ちょっととりあえず早くティッシュ持ってこいよ。何してくれてんの、これてってれーだよ。香りを練りかかってるわ。だよゼリー豆ともうケチャップどうすんねんこれマジで。これはトータルテンボスがドッキリのアフロやってて、いや食ったのはいいけどこれどうすんのお前。なんか食べないな、マジで。お前これさ、ほら上にでもつけて食べ、汚れる系はやめろよ。俺らこれ家なの。まあ、ああやってさ、人がいる中でさ、ドレスもダメだけど、これもダメだよ。サトヒロ。バン、ライフ教。あれ能登島なんかでも、え、背の高いのない？ホテルね、あっちじゃねえかな。あっちかと思ったらあっちだ、あれが。そうだ、こてつちゃんから電話あった、動画撮ってくださった。これが能登大橋なの？ね、見てあれ、断崖絶壁、地獄谷やん、あれ地獄谷みたいなもんやん。横切山じゃない？これが能登大橋か。てんてんてん、何？今日あなたは2441台目。これがね、もうね、着くんですけどね、もう去年ぐらいからね、ずっとね、俺も行ってみたいなって思ってた。まあ毎度また名前出ちゃうけど、タコトムコさんの動画で出てた能登島の無料の RV パークよ。電源使わなければ無料らしいからね。で、できればサップやりたかったよな。できんやないの？持ってねえやん、サップ。ドローン飛ばそうぜ。持ってないな。じゃあ携帯上にぶん投げればドローンみたいになるんだろう。ここやネアフィッシングパーク。はい、今日はとんぺい焼きです。あとこれ長野で買ったんだっけ、これなんか色変わってた。
シシトウとピーマンの間みたいなやつ、うまっ、辛っ、いた、辛っ、いただきます。わーい、パイの実だ。俺のだっつー。ねえ、なんで？だって俺が買ったんだもん。お前は他に買ったんや。絶対俺が買ったんじゃないかんですよ。二人のお金で買ったんだ。それです、それですじゃないよ。でも、お前は違うのがいい。俺はあげるから、俺より先に来るな。Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. こうやって食べよ。おいしいね、おいしいね。幸せだね。俺のだっていうね。20度。ね。おやすみ。バン！ライフ教。23号線。めっちゃ混んでるね。めっちゃ混んでる。今日はね、久々にね、給料入ったので、YouTube の。ついに、RV パークに泊まります。今まで公園とかさ、道の駅多かったから、たまにはさ、こう、RV パークに泊まりましょうよ。初の RV パークだったしか。そうだね、初めて泊まった RV パーク、ね、去年伊勢志摩行った時ね、死にかけた時、うん、でもさ、でも電源サイトで2000円だしさ、電源なしだったら1500円だし、安いしさ、何より目の前が敷地内にコインランドリーあって、風呂もトイレもあってさ、歩いて海だしね。しかもあの RV パークは焚き火もしてよくてさ、で次の日のさ夕方までいていいって感じじゃん。去年は4時ぐらいまでいていいって言ってた。4時ぐらいまでってネットに書いたの。でしょ、最高よね。朝起きれない俺らからしたら、まあだから2日間お風呂も入れちゃって、そうそう考えると 2日間入ったら1000円だから、2人で得よ。今日は RV パーク2に行きます。レッツゴー。これ突き当たるともう海で、その突き当たる手前よな。2、バンライフ教、ご無沙汰してます。キャンピングカーショーでまた来ましたよ、1年越しに。本当ですか。じゃあこれあります。ありがとうございます。はい、ね、じゃあ今日は、ちょっと泊まらせてもらいますんで、よろしくお願いします。よし、日が暗くなってきた。なんかここら辺ですごい美味しそうなもんじゃ焼き屋があるんでしょ。お好み焼きも好き、豚キム食いたい。られないんだよね、言って。サロン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 美容室みたいな名前じゃない。よし、じゃあ、いや、これで行こう。キックボードで行く。シシにご飯あげて行こう。もう行かない、あんた走ったでしょ。また行けますけどみたいな。え、また行けますけどみたいな感じ。誰が。え、俺また行けますけど。シシ、じゃあもんじゃ焼き行きましょう。お好み焼き、これでね、こういう時便利ね、これね。ちょっと髪の毛で取れない、見てよ。
ちゃんと俺を押さえてる。楽だねこれ。500m って言ったね。マジでキックボード楽。みんな買った方がいいよこれ。チーター。すごい、スナックみたい。え、2階なの？1階なの？はい。知らんかった。私なんかこの前来た時、去年も見たよ。あ、そうなの？明るい時に。よかったやつだね。豚？はい、今日は飲んじゃいますか。ね、なかなか車止めてこうやって飲めるとこないで、しかもそのまま寝れんだから。はい、じゃあ乾杯。久しぶり。うまいね。うまそう、ね、ん盛れるやつで撮ってくれ。貸してじゃん。うまっ。めっちゃうまい。マヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズはもう必須だろ。マヨラーだからな。お前がマヨラーって言ってる以上に俺もマヨラーだから。お前がマヨラーって言ってる以上に俺もマヨラーだから。絶対うまいよこれ。うまっ。バンライフ教。おしこ漏れる。おしこ早く。おしこ漏れるってそのダンサーあかん。おしこ漏れる。あかんって。このダンサー。ゴープロ切んないと丸見えだからね、おしこ。あ、やばいやばいやばい、ダメ。はい、帰ってきました。美味しかったね。るいちゃんもいつの日か私の影響を受けてマヨラーになったんだね。昔のマヨラーよ。残して。うん。いや、その途中で行かれるのうざいから早く行って。トイレに行きました。さあ、行くぞ。バンライフ。今日はい、るいちゃんはトイレに行きましたので、出てきたタイミングでマヨネーズぶっかけてやろうかと思います。マヨラーならね、マヨネーズかけられたいんじゃないかなと思って。小娘ドッキリかけまーす。レッツゴー。うん。
なんか言え。叩いた。あった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 。マヨネーズかけられたら喜ぶかなと思った。そう、俺がマヨラーって言ったから。何それ、マヨネーズかけたの。表現の仕方間違えてるよ。え、そうなの。大好きなマヨネーズ全身にはめちゃう。完成マヨネーズだよ、もう。何震えてんの。ね、何してんの、マジで。てれー、何小娘ドッキリ。何してんの、だから今日あなたに来て、携帯大丈夫？大丈夫。どういうことなの。鼻の中までマヨネーズでいてんだけど。ちょっとどういうことなの。おえ何俺が何なの。俺がマヨラーだから。何これ、マヨネーズかけたの。え、喜ぶやん、嬉しいやん。僕喜ぶと思ったの。いや嬉しいよ、私は。変態しかおらんよ、こんなんで喜ぶの。え、これえぐいよ、多分。いやいや、えぐいよ。え、マヨネーズこっちね。きたきたで。なんでお前が言うの、そんなこと。俺どうすんのじゃ。え、もっとギタギタなんだけど。いいやん、それ仮面いらなくて。え、で、で、ねえ、どう？仮面いらないやん、それなら。確かにってなんなんよね。どう？どう？やっていいことと悪いことがある。なんかそのセリフ聞いたことある。全身でマヨネーズを感じれたんでしょ？頭おかしいよ、お前マジで。RV パークでさ、お客さん誰もいなくて貸し切りでさ、俺がご飯食べた後すぐトイレに行くのを知ってんだか知らんけど、横にお風呂があるのをタイミングよくさ、お前発想がよ、天才なんだよ。どこでその天才使ってんだよ。バン、ライフ教。雨降ってる。トイレか。はい、ということでルイちゃんはトイレに行ったので、お娘ドッキリを仕掛けたいと思います。雨でテンション下がるな。今日はルイちゃんの大好きなラーメンショップが待ってるよ。そうだった。ルイちゃん、ちょっとマスクつけて。なんで。いいから。ん、いいから。マスクが許されててくせえ。今日はまず朝ごはんね、これ食べてみよう。そそらんのだけど。なんで。これ俺辛いの苦手なのにやばいやん。私 YouTube 結構食ってる人多いよね。定番じゃん。うん、けど俺らそういうのじゃないやん。バンライフ系だもん一応。いや俺多分食えないよ。いや2人で1個だから。なんか辛さをトマトジュースで中和できるらしいんだよ。本当かよ。ルイちゃんの今日のお昼ご飯にはラーメンショップが待ってるよ。これ食べないといかないよ。本当にトマトジュースとかで中和されるの。え、そうそう。牛乳じゃなくて。牛乳は辛いのを食べる前に食べると胃の刺激が減るよみたいな感じじゃん。しかもさ、俺スキッパレなんだけど大丈夫。これ食ってスキッパレで。トマトジュースで果たして辛さは本当に中和できるのか。お前がやりたいことは大体やってやろうと思ってるからよ。じゃあルイちゃん焼きそば作っといて。けど水でなるべく我慢して。まあ、一応トマトジュースも作っとくわ。バン、ライフ教。はい。お湯沸きました。ちょこんなのさ。大丈夫かな。あららららら。あ、でも見た目は普通のだ。これがやばいんか。普通に美味しく食いたいんだけど。これがやばいんだろうね。雨
トマトジュースと、トマトジュースを入れたので、どのくらい入れればいいんだろう。バンライフ教、ここまでは普通だよね、全部入れんの。ああちょっとうまそう。匂いが匂いがやばいぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いや、お前先やる、どう考えたって。来るべ、匂いが。いや、もうちょっと行けよ、男らしく。いつも俺に強気なんだから。はい、一気に。うわ、もう辛い匂いが。いけ、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 いけ。おいおい、保険してるやん。そんな状態で俺食えるわけないよね。辛くないよ。そっちかよ、バカ。辛くない。いや、なんか、でも私の好きな味じゃないだけで。いや。すげえダメージ食らってるやん。いや。もう一回行ってみます。あ、それ、前、あり？俺も。痛い。おいしい。嘘つけ。バンライフ今日行こう。帰ろう。早く。止まるなよ。辛いんだ。行くぞ。よだれ止まらんぞ。行け。美しがってる。え、いけんの？どう、おいしい？無理無理。治った？トマトジュース飲む？どうしたの？何が起こった？よし、トマトジュースだよ。
やばい。マスカラ。何が起こった？てってれー。トマトジュースを飲んで辛さが中和されるっていうのは嘘です。水くれ、水。そこにデスソースを入れてみたら、バカだろ、バカ。ルイパチはどうなるのか。バカ、水、水。検証したメタ。どうした？雨浴びたの。デスソース辛い？口をバーナーで炙られてるみたい。これはダメ。愛くるしいな、ルイちゃん。愛。どう？今回のドッキリは。最近ドッキリのペースが多くね。これはダメだ、やっちゃ。やったな。やってくれたな。やったよ。いいよ、そんな辛いふりしなくて。この汗見ろよ。よく見る、真っ暗。ダン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 。よしかな。お疲れ様です。バンライフ教ふもとっから、またやな、最後は力出た。まあいいよ、俺もなった。はあ、雨のキャンプはあかん。また来ましょう、ふもとっから。やっとルイちゃん起きたじゃん。言うよね、やめて、そういうの。マジでお前やん、ずっと寝てたの。寝てたくせにパンも買ってくれない。ずっと寝てたくせに。どうした？お腹痛い、マジで腹痛い。いつからが今来たのか。私たち気遣っちんだからよ、最近。マジバンライフで自由にだけど、やりたいこととやらなくちゃいけないことを気遣って、人生だからよ。だからちょっと不本意だけど高速乗って戻るという。もうなんか今日朝からずっと気遣っちん気遣っちん言ってるからさ。寝たいし、編集しなくちゃだし、ゲームしなくちゃだし、ゲームしなくちゃだし、ゲームしなくちゃだし、映画も見なきゃだし。忙しいよ、バンライフは。バンライフ教。誰かいる？誰？どうした？どうした？何が？どうしたの、その、いろいろどうした？なんで？そのマスクはどうしたの？なんで？そうなん。逆だよ。逆。タイガーマスク見たくなってるやん。しかも逆や、早く。コロナでマスクしろって世間一般で言ってるのは口だ。塞ぐの。で、今日せっかくここの RV パーク泊まったから、ここはシャワーもね、トイレもあるので、お風呂入って、まあせっかくだからドライヤーでここで頭。ここで？うん。ここででいいやん、もう。外で頭乾かすだけだもん。またこれ全部車内持ってって乾かすっていうのもめんどくさいから、シャワーここだしさ、ここで頭乾かそうよ。そんで、米もここで炊いていいし。幸いなことに今日お客さん誰もいなそうだからね。はい、レッツ。どこ行くん？
ここの RV パークでもいいよね。そっちが川だよ。散歩とかできる。現地の人ですか？現地の人ですか？やってる。編集しよう。ファンライフ教あそこ大丈夫？パクられてない？ポタで。どうした？ダメや。じゃあちょっとバンテックの人に聞いてみたら？日頃のあいつの仕返しをやる時が来たぜ。これをあいつがドライヤーを風呂出てきてやるときにドライヤーの中にたっぷり入れといてやる。日頃のお返しや、あのクソアマ。あいつが今両替行ったのでシャワー出てくるまで待ちたいと思います。じゃ了解してくれた？出たよ。うん、早く入って、もうとっとと取ってさ、車入ろうぜ。あ、重いし。いや、一気に寒くなった。どう？切れそう？え、1回200円なの？そうや、高いな。高いで。るいちゃんは4分で洗いつくな。うん、でもそれなんか止めてる間は大丈夫なんでしょ？お湯止めてる間は。だから出しっぱにするなよ。で、止めてんのが5分以上あるとダメらしいよ。じゃあ一応外で待ってるから早めね。バンライフ今日。やれた。いや、ライト。それでは価格を変えて待ちたいと思います。さあ、行くぞ。
ヌクサーブ仕返しじゃ。どうだった？寒い。寒い。まあだいぶこっちの充電も溜まってきたし、もう 71% でこっちが残り 16% で、早速ねドライヤーとかも使って、ただ今 16% しかないから米炊けるかな。髪の毛じゃあ乾かして、どのぐらい今 16% から減るのかっていうのをね、やりたいんだけど、ちょっと待って、カメラこっちだからさ、カメラこっちだから、ちゃんとこっちに向けてドライヤーとかもやってほしいから、ちょっとしゃがめる。これで今アップにして何ワット使ってるか映しながらやるから、こっち向きでドライヤー今かけてもらえる？さあ行くぞ。やれてるからよ、やりこみってやったんだよ。いよいよいいリアクションだったよ。実際どんぐらいなの？もう一回ちゃんとドライヤー使ってみてや、念のため。ターボ？あ、1500いったわ。1500いってますね。鼻に入った。鼻に入ったし。めっちゃ米飛んでるやん。どう？もう一回シャワー浴びてきたら。自腹綺麗。こんな焦げたんだ。この動画が？いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バンライフ教やるかな。私自分の顔がどうなってるかわかんないけどやるかな。トイレだけどそこ。どうした？おい、どうした？早く中に入れてくれよ。なんで裸やねん。小麦粉ついてる T シャツしか着替え持ってくる。アホやろ。はい、ってことでね、ドッキリかけられましたけど、このままで終わるわけにはいかないんで、ワンピースに着替え変えてきたろうと思います。娘の復讐は早いんじゃ。レッツゴー。洗う着替えだけ持ってっちゃうね。うん、鍵閉めてもいいよ。鍵閉めてもいいよ。着替えられない。
ないように全部服は持ってきたのでワンピースしかありません。ちなみにあのルイちゃんが持ってる携帯は私の前に。叫んなよお前。早く。そこの人はさ窓開いて飯食ってたんだがなおめえ。てめえマジふざけんな早く。ねえ。それはダメだ。いやダメだよこれは。なんで一回着ないでパンツ一丁で周り確認したの？いけっかなと思ったんだけど寒いのとまあまあ距離あるからなんか着ねえとマジで無理だと思って。ほんであそこの RV パークに目の前に止まってるキャンピングカーがここ窓開いてたよがっつり。で一瞬チラッとこっち見たから絶対裸で行くわけにいかねえな。携帯あったからさ。タンクトップやん。バンライフ教今の時の寄ったのと。彦根やろ。彦根か。雨止んだね。何だったの？よし。はい。もうなんか田舎のさ農家のおばちゃんみたいな格好してんなお前。トイレ行ってくる。先入ってるよじゃあシャワー。あ、それ荷物持ってあげる。ミニいるねじゃん。
それでは久しぶりにルイパチにドッキリを仕掛けようと思います。ライフ教ヒゲとか剃ってから出てきて。何？ヒゲ。ああ着替え持ってっとくね。鍵閉めて。ちゃんはちゃんといつも通り着替えがあると思っているでしょう。それでは待ちます。パンツもないじゃん。最悪。グレコローマンやん、これ。バンライフ今日。
何してんのお前。プリケツやん。これじゃん、これ新しい。バンライフ教。セットはマジで漫画喫茶はダメだって人いっぱいいんだから。よし、じゃあ岐阜の山奥向かおう。レッチゴー。レッチみんな、みんな、なんか暖かい場所でのんびり過ごしてるのに私たちも。湯沢は山道を通ることもなく、まあ、除雪もめちゃくちゃすごかったから凍ってる道なんて一度もなかったんだけど、ここはちょっとやばいな。今ね、富山から岐阜に入っていくところは下道で来てみたら、全然雪とかなかったからね、富山市の方は。来てみたらまあまあ雪国に来てしまった。下道で閉めた。あ、ちょっと GoPro 撮って。はい、いただきます。今日は中華屋塩ラーメンと宇都宮餃子ラスト。後ろいて。いただきます。バンライフ今日。うますぎ、うますぎ。この滑りは無限の体力だからまだ滑っています。俺は編集、小娘はしばらく帰ってこねえな。うん、ソーラーつけといたから 70% だけど 17% ぐらい回復してるわ。いまだに少しプラス 26W ぐらいプラスだし。現在時刻3時15分。ラスト行きます。
乾杯。あ、痛い痛い痛い。もうビールの重さでも肋骨痛い。あ、お前眠いだろ、目赤いよちょっと。